見て、めっちゃうまそう。落としたくない。あ、めちゃくちゃうまそうだ。天の飯ということでございまして、皆さん、いろんなカップのうどん好きだと思いますけど、一番思い浮かべるのは何ですか？赤いきつねとか、赤いきつね、緑のたぬき。で、今回私作るのはね、緑のきつねですね。ちょっと待ってください。あ、緑のきつね。今回はまあネギとね、あのきつねの部分、この揚げを使ってね、丼にしようじゃないかと思いついたのが、なるほど、あ、緑のきつねです。あ、緑のきつねですね。使うのは油揚げを2枚、卵3個で、白だしと、お水、そしてネギの青い部分ですね。お好みで、あと一味を。それじゃあ始めます。先生お願いします。はい、天の飯、あ、緑の部分を切りたいと思います。あ、どうぞ。ご本人の前ではあるの？やったことないです。一瞬怖い時あるんで。いや、そういやー、ちょっとね、今度はキツネを切ってきます。キツネをね、茶色い茶色いキツネと。なんで悪いの？これ、よし、これでいけんじゃないかな。もうちょっと濃いぐらいの感じで仕上げておいてください。はい、天の飯。すでにこんな感じで開けていただいて、これぐらいの鍋で全体に広がるぐらいやっていただければと。はい、ででー、あ、緑の、ここが緑ですから。想像より緑にならない可能性が出てきましたけどね。気にしないでいきたいと思います。ちょっとやっぱりね、あのネギも青すぎるので、ちょっと塩をいきたい。赤いキツネと緑のキツネ。これが生きてきたらもうここに行っちゃいますから。見て、めっちゃうまそう。もうね、これぐらいで、あとは余熱でいきましょう。あ、どうしようかな、これ綺麗にすくいたいな、お玉かな。あ、無印のこれ出た。これはね、もう根こそぎいけんのよ、これが。うん、今すげえ人気なの。今度模試ツアーでやるときやろう。はい、このヘラ、シリコン、そうそうそう、シリコンのラバー、ちょっと待ってよ。これはね、本当にうまいから、落としたくない。あ、めちゃくちゃうまそうだ。あ、どうぞ。赤い唐辛子。よっしゃ、私が考えた、あ、緑のキツネ、どうぞ、あ、どうぞお食べください。この熱々を食べるのは、あ、崎山です。あっち、もう器がちいもんな。それいいコントラストですね、黄色と。何がこまで、美味しそうでしょ。いただきます。なんだ怖いって。ほら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 だって、うん、うめえだし。
帰ってきた。あれですわ。なんかあれ茶碗蒸し。へえ。茶碗蒸しだ。おお。確かにそうだね。使って。はこ。浜の飯。グッドボタン、チャンネル登録、よろしくね。